にちは。ガヒロです。ルナです。今からですね、女子高生やっぱスタバ飲んでる光景をたくさん見るので、今日はちょっとまあ JK スタバのコーヒーとマックのコーヒーの違いを分かるのかっていう検証をしていきたいと思います。ルナ分かりそう。ルナ分かるよ。本当か。皆様にちょっと検証していきたいと思います。はい、ルナ行ってきます。レッツゴー。今ですね、スタバとマックのコーヒー違いが分かるかっていう検証をやってて、ちなみにスタバとかって結構飲まれますか？今飲んできました。今飲んだ。すーちゃん飲んでもらいたくて、これがこれっていうのを当ててほしくて。はい、いいですか、じゃあ早速。苦い。次はこっちを。はい、なんか違う、後味違う。2番目マックのマック。こっちが正解です。おイエーイ。スタバとマックの違いを分かるのか検証ができる。普段スタバとか飲めますか？スタバは飲みますけど、マックのはあんまりやる。なるほど。違いを感じてほしいです。お願いします。一緒なんですか？じゃあこっちは。あー、こっちの方がちょっと甘い。こっちの方が甘みがある。2番目の方がマックかな。最初がスタバ。うん、そう思うな。一緒ですか？苦い方がスタバかなと。正解です。おー、やった。すぐ分かるんか。スタバとマックのコーヒーの味の違いが分かるのか。スタバとかよく飲みますよね。飲んでますね。コーヒーね、なかなか飲まないと思う。2人でちょっと分け合う感じで。苦いですね。苦いですね。次はこっちを。苦いです。苦いですね。どっちがスタバっぽいですか？最初の方。2番目の方。正解は2番目の方がマクドナルド。全然わからないですか？いや、なんか匂いとか濃かった。今からですね、スタバとマックとコーヒーの味の違いを検証していただきたいんですよ。スタバってよく飲みますか？たまに飲みます。たまに。じゃあ普通のコーヒーとかは結構飲まないです。飲まないです。今日はね、コーヒーを飲んでほしいなと思って。いいですか、こちら。お願いします。じゃあ先に。いける全然。はい、結構飲むね、次は。え、まだ分かんない、分かんない。絶対分かんないよ。分かんない。そう。どう？分かりそうな気する？しません。しない。せーので、スタバって思う方を指してほしい。こっちが2番目になってる。いや、せーの。お、こっちは。正解は。残念でした。なんとですね、4組の方が正解出して、2組の方が分かんなかったようです。やっぱスタバの方が苦いっていうイメージが強いそうで、当てる方が多かったです。この動画が面白いと思ったら登録、高評価、コメントお願いします。待ってます。それじゃあバイプリー。